今日の正義もですね、素晴らしい、講師の方々の講演もありましてですね、非常に良かったのかなと思います。毎月私が発行してますアップルタウンの来月号の座右の銘はですね、約束は力によって守らせるもの、信仰を結んでも守れないということでしてですね、要するには力が背景にあって初めてそのした約束は守られると。まあ今はですね、北朝鮮との関係でもですね、アメリカが力を示して3人の人が解放されたわけですね。韓国も日本も南北でも返してもらえないと、いくら仲良くしたかってお金積んだかって返してもらえないというような、これが国際社会の常識であります。そういう意味ではですね、日本がこのままではですね、いつまでたっても言われっぱなしですから、早急にですね、憲法を改正してちゃんとした独立自衛の国家にならなければですね、思いが通らないということが国際社会の常識でなかろうかと思います。まあ、先ほど冒頭の挨拶にありましたようにですね、来月号のエッセイについてはあさってくらいには皆さんに配信、明日かあさってには配信したいと思いますので、その辺のくだりも書いてありますので、お読みいただければ幸いです。ですね、次の昌平塾ですけども、通常ですと木曜日の6月21日に開催予定していますが、前日のですね、6月20日に、赤坂本社で開催をし、1日前に開催することになりますので、よろしくお願いいたします。今日以上であります。今日はですね、久しぶりの当会場でありましてですね、この後会食も予定してますが、特別の配慮でですね、まあ、飲み放題ということでまあお酒の方も希望があれば注文していただいて飲んでください。以上です。